ズマ1台が構成と入っていきました。 GT300 クラスでポールポジションを取りましたのはカーナンバー11です。ゲイナータラックス GTR 平中克之安田博信組です。今回昨日予選でポールポジションを取りました安田博信選手がスタートドライバーということでポールポジションを獲得した張本人が今ステアリングを握って 4.8 キロのツインリンク茂木のコースをゆっくりとグリッドへ向けて試走しています。コースサイドにいらっしゃる皆さん、ゲイナーの安田選手、昨日そういえばインタビューで初めてのポールポジションと言ってましたかね。大きな拍手を、そして、拍手がちょっとしにくい人はね、小旗です。